これで家族が手伝ってくれない分の運気もカバーできます。運が覚醒する金運上昇チャンネルの相模です。金運上昇チャンネルに LINE アットができました。金運が上がる特別な6つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。年末の大掃除の季節がやってきましたね。仕事も年末年始の休暇の分を前倒しにして大忙しだったり、忘年会にパーティーにはしごはしごで大忙し、子供ちゃんが休みに入ってしっちゃかめっちゃか、寒いからずっとこたつにいたいななど予定も多くなりがちでドタバタする時期ですね。そんな中、子供ちゃんが帰ってきて靴を脱ぎ捨て、旦那さんが帰ってきて靴下を床に脱ぎ捨て、夕食の食器はテーブルに置いたまま、気づけばおもちゃは派手に散乱、猫はお気に入りの服をクローゼットから持ち出し布団にして寝て、服は毛まみれにキーッとっていう経験ありませんか？お掃除は運気アップ、金運アップの基本と言われていて、とっても重要だって思っているからこまめにお掃除しているけど、その場から家族が散らかして自治として進まない。これじゃあ3歩進んで2歩下がるじゃない。もう令和なのに。そんなイライラを抱えている方もいらっしゃるんじゃないのかなと思います。ちょっと。わかりにくかったらすいません。今日はそんな金運アップしたいのに思うようにできなくてもどかしい思いをしている方に、家族があまりお掃除やお片付けが好きじゃなくても金運アップする方法についてお話をしたいと思います。まずははじめに龍神様とつながり場を清めるティンシャの音から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。家族が掃除をしなくても機運が上がる方法、その1、気にしないです。いや、それが気になってるんだから、って思う方もいらっしゃるかもしれません。そうなんですよ。お家をきれいにしたいのに散らかっていると気になっちゃいますよね。散らかっていること自体と機運が下がっているようで、ざわざわしますし、よく過去と他人は変えられないけど、自分と未来は変えられると言いますが、どんなにいいことでも自分の思い通りにしようという気持ちは周囲には負担になったりします。それだとお互い辛くなってしまいますから、お掃除が好き、お掃除がしたい、お掃除が大切というあなたと、あまり掃除が好きじゃない、大したことじゃないと感じる家族と、感覚や価値観はそれぞれありますので、みんな違うものだと受け入れてしまうこともおすすめです。家族がいたら、その人数分だけ価値観があります。似ていたら過ごしやすいですが、それぞれ個性がありますので、異なることもありますよね。裏を返すと、それは幸せの印だったりします。家族がいる幸せ、家族といる幸せ、だからこそ起こることですので、これはもう仕方ない部分でもあります。仕方ないものなんだと思うと腹も立たなくなりますから、気持ちもかさつかなくていいんですね。イライラした気持ちは波動としてはネガティブなものになるので、イライラしていると運気が下がってしまうんですね。このすれ違いのイライラを手放すだけでも波動が軽くなり、いい出来事を引き寄せる波動になります。このストレスがなくなると心も楽になりますし、それだけ運気も上がっていきますので、おすすめです。家族が掃除しなくても機運が上がる方法、その2、自分だけのときめきスペースを持つです。綺麗好きであればあるほど散乱したお家を見るとキーってなってしまいます。やっぱり美しいものを見ると波動が上がり、美しくないものを見ると波動は下がるので、その影響はあるかもしれません。ここはあなたの大切な家族の仕業ですので、寛容な心で許してしまいましょう。子供ちゃんには子供ちゃんのスペース、旦那さん奥さんには旦那さん奥さんのスペースがありますので、それぞれのテリトリーだと思って、干渉しないものだと思うとイライラによる運気ダウンも防ぎます。そして自分の部屋だったり、お部屋のどこか一角をあなただけのときめきスペースを作ると波動リセットができますので、おすすめです。お気に入りのグッズを並べて、綺麗にお掃除をして、整理整頓して、コーディネートをして、見るだけでうっとりするスペースが一つあると、イライラモヤモヤも吹っ飛び、波動リセットできますので、家族のことも多めに見れるようになります。キッチンでもドレッサーでもお風呂でもいいし、デスクや机の引き出し、メイクボックスなど好きなところを自分仕様にし、ウキウキワクワクと過ごすことがおすすめです。
家族が掃除をしなくても機運が上がる方法その3は代わりに掃除をするです。これはお掃除しない家族の代わりに自分でやってしまおうっていう方法になります。ここで大切なのはいつも散らかしっぱなしでたまには自分でやってみろこの野郎っていう気持ちを捨ててしまうことが大切です。この気持ちをなくしてしまったら本当に毎日が爽快になるのでとってもおすすめです。家族がお掃除やお片付けをしても構わないタイプであれば代わりにお掃除してしまいましょう。邪気も払われ見た目も綺麗ですっきりしますし徳も積まれていきますから、家族が掃除させてくれることは金運アップアクション2倍のチャンスとなって金運アップにもとっても良かったりします。家族が掃除をしなくても機運が上がる方法その4は好きなお掃除グッズを用意するです。ポップで可愛いお掃除グッズ、便利なお掃除グッズ、仕上げのアロマオイルやお香を用意したり、それにハンドクリームをたっぷり塗ってビニール手袋をしてお掃除をして、終わったらいい香りにしっとりとした滑らかな手など、お掃除自体が楽しい時間になるようにお掃除グッズを充実させて波動を上げる方法です。そうすると家族のことも飛んでいき気にならなくなります。あーすっきりしたいい気分とご機嫌でいると意外と家族が何か楽しそうだからとやってみようかなと協力的になったりします。人って楽しそうなところに集まってくるんですね。自分が変わると周りも変わりますので、掃除してよっていうよりも効果的だったりします。これも楽しんだら家族が掃除するようになるんでしょと結果を求めると要求の波動が出て、なんだか重たい空気と人が離れていくので、手伝ってくれるかは置いといて、あなた自身が心地よく過ごすためにやることがおすすめなんです。家族が掃除をしなくても機運が上がる方法その5は簡単なことをお願いしてみるです。お掃除が苦手な人にとっては好きな人以上に一つのアクションが重たく感じるものなんです。まずは簡単なことをお願いしてやってみてもらうといいですね。簡単なことでも一度参加してもらうとハードルがぐーっと下がりますから手伝ってもらいやすくなります。その時大切なのが昔のドラマの姑みたいにならないです。お掃除をしている横で埃を指でピーってなぞって、おやおやこんなに埃がみたいな、あの姑さんです。わかりにくかったらすいません。普段家事をやっていない人の家事はやっている人から見たら下手っぴですし、もしかしたらあーもう全然なってない、シンクがびしょ濡れ、洗濯物がしわしわ、信じられないと思うかもしれません。それでイライラしたりダメ出ししたりすると、せっかく手伝ったのに喜ぶどころか文句言われるなんてもう二度とやるかってなったりします。パソコンの初期設定がちんぷんかんぷんで、あー全くできてない、こんなこともわからないのって言われたら、なんだかすごく嫌な気分ですよね。わからないなりに私だって頑張ったのにと思って家庭内プロレスが始まってしまうかもしれません。まずはやってくれたことにありがとう、助かったとありがとうを言うと、あ、いやこれぐらい全然別にと別のとこもちょっとやってみようかなってなったりします。お掃除の出来は置いといて、まずはやってもらうことからお掃除に参加してもらう習慣を作るといいですよ。今日の動画をまとめると、家族が掃除をしなくても機運が上がる方法は気にしない、自分だけのときめきスペースを持つ、代わりに掃除をする、好きなお掃除グッズを用意する、簡単なことをお願いしてみるの5つでした。お掃除も大事ですが、普段どんな気持ちで過ごすかがとても大事ですので、ご機嫌、楽しいと心地よい気持ちで過ごすと運気も上がってきます。これで家族が手伝ってくれない分の運気もカバーできますので、いいなと思うものがあったらぜひ取り入れてみてくださいね。ご機嫌な気持ちが大切ですので、手伝わない家族に納得がいかないけど運気アップになるから気にしない、うーっと無理して思い込もうとすると苦行みたいになってしまうので、楽しそうと思うことを選んでやってみることがおすすめです。もし家族を許せないと思ったら、許せない自分を許してあげてくださいね。嫌なものは嫌、それでいいんです。嫌だと思ってはいけないって自分の気持ちを否定することも波動を下げてしまいますので、まずはあなたが自分自身の味方となって、なんだか不公平で許せないよね、私だって仕事してるし疲れてるし、あの人だけ続けしじゃない、うんうんそうだよね、そう思うよねと受け入れて、ふわっと波動を上げて金運波動で過ごしていきましょう。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、
そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴音でお別れをしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。